ビンラディンが米国でのテロ実行を決めたと報告する2001年8月6日の大統領日報の抜粋大統領日報は、米国政府の担当部局が毎日作成し、米国大統領に毎朝届けられる最高機密文書。これは大統領が認めたごく限られた政府交換らにも渡される。日報の内容には、機密性の高い情報分析、 CIA の秘密工作に関する情報、最も機密性の高い米国の情報源からの報告、同盟国の情報機関と共有している報告といったものが含まれる。大統領日報は大統領選で当選し、就任を控えた次期大統領にも渡される。大統領日報は国家情報長官が作成し、中央情報局、国防情報局、 国家安全保障局、連邦捜査局、その他米国のインテリジェンスコミュニティに属する機関から上がってきた情報を総合した内容になっている。大統領日報は注意を要する新しい戦略的情報、国際情勢に関する機密情報の分析を大統領へ伝えるために作られている。大統領日報の原型は大統領情報チェックリストと言われており、それは CIA 幹部のリチャード・リーマンが1961年6月17日にハンティントン・ D ・シェルドンからの指示で作成したのが最初のものである。大統領日報の作成、調整は CIA の責任で行われていたが、米国のインテリジェンスコミュニティに属する機関がレビューし、内容を追加することができた。大統領日報という名称は、それが 大統領限定という意味合いを持っているが他の政府交換にもあらましが渡されている。大統領の判断に委ねるべくさらに情報を追加した特別版がまさに大統領のみ閲覧となることがある。大統領日報の作成は歴史的に国防庁報日報として知られるもう一つの文書にも関係しており、それは内容的に重なるものが多いが、 大統領日報よりかなり大人数へ配布される。大統領日報は、あらゆる情報機関からの情報を集約した情報の成果物である。ワシントンポストが報じたところでは、とあるリーク文書によると、NSA が運用する監視システムプリズムの資金と、活動拠点 US-984 は、ナショナルセキュリティエージェンシーの分析レポートに使われる。 性の情報情報のうちで随一のものである。大統領日報には、そうしたプリズムからのデータが情報源として、2012年だけで1477点、使われた。2001年1月時点で、大統領日報の6割の内容が死銀党を情報源にしていることが、機密指定を解除された複数の文書からわかった。アメリカ国家安全保障アーカイブによると、死銀島を 情報源とする割合はその頃を境に増加したようだ。CIA 長官だったジョージ・ジェイ・テネットは2000年7月、大統領日報が高度に機密を要することを鑑み、いかに年月が経とうが、また歴史的に重要であろうともそれらは一部たりとも公開されないと、アメリカ国立公文書記録管理局に申し渡した。2002年5月21日のブリーフィングで、 ホワイトハウス報道官のアーリー・フライシャは、大統領日報を、米国政府における最高度の機密文書と表現した。2015年9月16日、ジョン・ F ・ケネディ政権時からリンドン・ジョンソン政権時までに、渡る、計2500点の大統領日報と、大統領情報チェックリストを一般公開するに、あたり、CIA 長官のジョン・オウェンブレナンは、リンドン・ウェインズ・ジョンソン図書館、 博物館でスピーチを行った。これは大統領日報を無期限で機密扱いにしようという政府のそれまでの法的主張とは正反対のものだった。2016年8月24日、CIA はさらにリチャード・ニクソン政権時及びジェラルド・アール・フォード政権時の2500件の大統領日報をリチャード・ニクソン大統領図書館、博物館で開かれたシンポジウムで公開した。 アメリカ同時多発テロ事件を検証するため2004年に開かれた旧11委員会における証言を報じる報道機関によって大統領日報は綿密に調査された。2004年4月8日、当時の国家安全保障問題担当大統領補佐官コンドリーザ・ライスが証言した後、委員会はビンナディンは米国での攻撃を決定したと題する2001年8月6日以降の 大統領日報の機密解除を改めて求めた。2日後、ホワイトハウスはそれに応じ、改定した番を公開した。バラク・オバマの再選がかかった2012年の大統領選挙において、前ジョージ・ W ・ブッシュ政権の政府関係者を呼び、オバマ大統領に批判的なものは、ブッシュ前大統領の記録はまだ電子的に公開されていないとはいえ分析によると、彼は常に週6日、 情報報の会議を開いていいててたたとと政府関係者が述べていると報告した一方、この分析においてオバマはというと、任期の初めの1225日間において、大統領日報の会議に、ほんの536回、その期間の43.8%しか出ていない。その期間のうち、2011年及び2012年上半期に、限れば、 彼の出席率は38%を超える程度まで落ち込んでいる。2016年にドナルド・トランプが大統領選に勝利し、政権移行期間にあたる最初の6週間において、就任前のトランプは平均で週に一通の大統領日報を受け取っていた。CNN が調べたところでは、トランプは何週かにわたり、複数の大統領日報を受け取り、政権移行チームは、 週3通に増えるだろうと前週に述べた。2016年12月半ば、オバマが2014年の大統領日報の電子的な公開をはじめ、週に6日それを受け取っていたと CIA がウェブサイトで明かした。ありがとうございます。